ミクちゃんと共演する今度の舞台、見た人がどんな感想を持つか今から楽しみ。みんなきっと驚くと思うんだよね。露崎さん、聞きましたよ。科学の発展と芸術文化展の舞台、ピュグマリオンの友達のオーディションに参加されるそうですね。うん、明日はいよいよオーディション当日。今から楽しみにしてるよ。天童さんはこのオーディションに参加しないの？ええ、芸術文化展の舞台は別のオーディションを受ける予定ですので。それにしても、先ほど募集状況を確認してきましたが、このピュグマリオンの友達、希望者も相当いらっしゃる様子。これはなかなか狭き門のようですね。やっぱり今回題材になってる初音ミクちゃんが大人気だから、倍率もすごいことになってるのかな。それとおそらく人気な理由はもう一つ。もしかして例のサプライズのこと？ええ、今回協賛をいただいている企業の方からあった舞台の演出についてのあっと驚くサプライズ。確かに、一体どんなびっくり演出なんだろうってみんな興味津々みたいだね。サプライズ、例えば初音ミクが舞台に飛び出してくるとか。まさかそんな夢みたいなこと。いえ、そうとも限りませんよ。何が起こるかわからないのが舞台の恐ろしくもあり楽しいところです。あ、でもそれが現実になったらちょっと面白いかも。現実の世界に飛び出したミクちゃんとならお友達にもなれるかもしれないしね。夢が膨らむ話ですね。露崎さんもやはりそのサプライズに興味を持たれたのですか？それももちろん興味あるけど、でも私がこのオーディションに参加した理由は別にあるんだ。うん、それは…なんていうか、今回の主役の未来ちゃんが他人とは思えなくて。つまり、露崎さんと重なる面が役にあると。うん、未来ちゃんは引っ込み思案で踏み出す勇気が持てなかった女の子。そんな彼女が初音ミクちゃんっていう新しい出会いによって少しずつ変化していく。そんな未来ちゃんの役どころがまるで昔の私みたいだなって。私も青少に入学したばかりの頃は自分に自信が持てなくて踏み出せずにいたから。でもそんな中でカレンちゃんと出会って、みんなとも少しずつ仲良くなれて、だから未来ちゃんの気持ちはすごくわかるし、この役に挑戦してみたいって思ったんだ。それに昔の私に似ている未来ちゃんを今の私ならどう演じるか。それってすごく面白そうなチャレンジだなって。なるほど、かつての自分と近い境遇を演じる。これは興味深い演技になりそうですね。役を演じる上で一番大切なのは、その人物の気持ちに重ねること。未来の気持ちを深く理解する露崎さんなら、きっと素晴らしい演技ができますね。ありがとう。うん、頑張ってオーディション勝ち取ってみせるよ。初めてミクちゃんと会った時はびっくりしたよ。それにこんな舞台やったことなかったから、うまくいくか不安だったの。でも演じる中でどうしたらミクちゃんと一緒に舞台で輝けるか、だんだんその方法が分かってきたんだ。ミクちゃん、また一緒に舞台に立てる日を楽しみにしてるよ。カレンちゃん、今日は私の練習に付き合ってくれてありがとう。
これくらいお安い御用だよ。それで私は何をすればいいの？うん、読み合わせに付き合ってもらうのと、未来ちゃんの演技でちょっと試したいことがあって。試したいこと？うん、今よりもっと未来ちゃんの気持ちがこもった演技ができないかって考えてたの。それで私なりに考えたことを演技に消化してみたから、客観的な感想をもらいたいんだ。うん、任せて。どこのシーン？ありがとう。それじゃあ二幕二番、未来ちゃんがミクちゃん好きの女の子を見つけたシーンからお願いします。あのカバンのデザインってミクちゃん？もしかして加賀美さんもミクちゃんが好きなのかな。どうしよう、声かけてみたいな。でもいきなり話しかけて大丈夫かな。変に思われたりしない？あのそれ初音ミクだよね？うん、私も大好きなんだ。カレンちゃんどうだった？うん、とってもグッドグッドですよ。特にミクちゃんの見守る視線を感じて一瞬振り返るあの未来ちゃんの演技、あの決意の表情から友達に声をかけるシーン、思わずグッときちゃった。ありがとうカレンちゃん、そこに気づいてくれたんだ。そうなの、未来ちゃんの演技を考えた時にきっとミクちゃんの存在を感じ取っていると思って、だからどこかでミクちゃんが見守ってくれている、そんな気持ちを演技に昇華してみたんだ。それにその方がミクちゃんらしさも出せるかなって。あ、それ私も感じたよ。ミクちゃんもまた未来ちゃんのことを大切に思ってるんだなって。うん、終盤の展開でミクちゃんも未来ちゃんのことを気にかけてたことがわかる場面もあるし。きっとこの時も未来ちゃんを陰から応援してたんだろうなって思うんだよね。うんうん、まひるちゃんの優しい気持ちが光るすごくいい演技だと思うよ。ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいな。きっとみくちゃんもまひるちゃんにこんなに気にかけてもらえて喜んでると思うよ。そうだといいな。